うん、量は進んでるから大丈夫ですね、今回はね。はい、12月21日、ここにわざわざいただいて、来ていただいてありがとうございました。前回も来ていただいた方も結構多くて、歩行マニアの方々が集まっていただきます。ありがとうございました。ご覧の通りで、ちょっとなんかね、モニターのこの後ろのスクリーンの下ろし方が分かんなくて、すいません、なんか中途半端なんですけど、まあ、ないよりいいかな、あった方がいいかなということで、それでやらせてもらいます。そして僕はこっち側に立てるのかな、ちょっと届かないですね。そしたらやっぱすいません、こっちで喋らせてもらいます。あとマイクが入らないと声が聞こえないといけないんですけど、なるべく大きな声で喋りたいと思います。言語論ね、にもどうも長いこと取ってもらってありがとうございました。で、年明けにあの試験やるので、今日は簡単に自分の復習でもあるし、皆さんも思い出していただいて、まあ、できれば問題も一緒に考えて行けばいいかなという、こんな考えできました。それじゃあ早速、どこからかというところから確認したいんですけども、なんかメモがある方がいれば確実なんですけど、私の感覚としては、第8、第6章の、言葉の変化っていうところから入ったような気がするんですけども、どうでしたか？誰かメモありますか？誰もなければ、ちょっと一旦そこは置いといて、はい。6章についてちょっとはっきりしないところがあるので、7章からは確実だと思いますので、7章から簡単にしゃべっておこうかなと思いました。言葉と社会ね、ここは確か秋だったと思うので間違ってないと思います。言葉と社会のところはいろいろポイントあるんですけども、まずはね、共通語、公用語、因果不乱化っていういろんなところで使われている言葉っていうのがありましたよね。英語も一つの、いろんな国で使われているリンガフランカだ。で、共通語っていうのは何か、そして公用語って何か、例えば問題作る方の立場になって考えてもらうと作りやすいのはね、こういう共通語、公用語、リンガフランカとは何ですかみたいな、なんか例を出しながら説明してくださいとか言うと出しやすいんだけどね。で、まあ、共通語はいろんなコミュニティで共通に使われている言葉、公用語はね、オフィシャルに公用語であるという決められたものだよね、法律に書かれているもの、そういうのを言うと。あとリンガフランカはその一つの言葉がいろんな言葉にね、いろんな民族で使われているのをリンガフランカという呼び方でやっているというようなのがあります。あとは、まあ、テキストにありますので、なんか例を入れて書いてもらうと答案としてはね、読みやすいと思ってます。まあ、そんな話題がありますよね、言葉と社会のところは。で、いろんなのがあの EU の言葉とか、アリゾナ州ではね、スペイン語もではなくて英語だっていうふうにちゃんと書いてあるとか、そういうのをやりました。ロシアの公用語については知らないんですけど、当然ロシア語って決められてるんですかね、どうなの分かんないけど知りたいね、はい。というわけです。で、英語のいろんな話がありますけど、まあ、ここら辺は英語専攻の方ばっかりじゃないから面白くないですね。そしてどんどんいきますと、今回ね、まあ、力を入れて、一般いろんな言語の方いるんだけど、やったつもりでいるのはやっぱり、性差による表現というのがあったんですけど、まあ、男の人と女の人で違うとか、そしてテキストには書いてなかったんですけれども、ポリティカルコレクトネスですね、これについてはちゃんと、割と時間を割いて喋ったつもりなので、もう一回考えてもらうとですね、PC って書きましたけど、ポリティカルにコレクトっていうのは別に政治的っていう意味じゃなくてね、差別表現でない表現ね、ということですね。いろんな、まあ、差別してしまう結果としてしまうような表現があるんですけど、それは PC に引っかかるというような言い方を最近はよくしますから、これはね、この後社会で皆さんも気をつけてもらいたい大きなポイントだよね。ポリティカルコレクトネスとは何ですか。で、その表現にはどんなものが出てきますかというような質問としては安いし、考えてもらいたいですよね。まあ、ここではテキストにはあんまり書いてないんですよね。単純に、こういう例が載ってるんですけど、ここでやったのがね、まあ、一つの PC というか、ちょっと広い意味で PC だと思うんだけど、男性のお医者さんは男医って言わないけど、女性だけ女医っていう言い方があって、
ある意味ちょっと差別してるんじゃないかっていう考え方もあり、それが PC、ね、ポリティカルになるべくこういう女性だけを指すような言葉を減らしていこうっていうのがその PC に、まあ合うような表現なんですよね。婦人警官とか言わない、看護師さんとかいうようにして看護婦さんって言わないっていうような議論なのがありますよね。あとは、身体的特徴を何か、分別するような言葉みたいのも当然それは PC に引っかかってくるわけで、でそういうのをやっぱ社会からなくしていくのはこれからの、ね、世代皆さんの多分責任でもあるし考えなきゃいけないことだと思います。という点でちょっとテキストを離れますけれども、これについては随分やったつもりでいるのでちょっと考えておいてもらうといいかな。どういう表現があるか、ね、考えてもらうといいですね。あとここでは尊敬語とかそういうのがありますけど、謙譲語、丁寧語とかいうのがありましたね。まあ日本語専攻の方々ばっかりじゃないから何とも言えませんけど、まあ大体中学校高校で覚えてますか、ね、尊敬して自分がへり下ってそして丁寧に言ってっていう、まあ3つの種類があるというのは皆さんご存知で、まあ問題もまあ作ろうと思えば作れそうですよね。こういうのが日本語ではあるということです。まあ英語にあるかロシア語にあるか、ね、それはいろいろちょっと、日本語とぴったりするのはなかなかないかもしれないね。あと二重敬語とかいうのもありましたね。あんまりやりすぎちゃいかんとかいうのもありましたが、まあ細かい点ですね。英語についてというのも考えられます。ここら辺はいいかな。社会階層と言葉とありましたけど、言葉の使い方が違うということなのであんまり大きなことではないかもしれないですね。どんどんいきましょう。時間も限られてますから、ファッションのところは言葉と文化で、これはこれなりに面白い問題だったと思います。言葉と文化が関連しているということで、一番最初はこの間のね、レポートの発表にもありましたけど、そのここにあったね、雪の呼び名がいろいろあるんだっていう、文化と関係して単語の数が違うんだっていう考え方があったよね。それは面白いことではあるよね。この後この後だんだん大きな話につながっていくんですけれども、先に見ちゃいますと大きな話って何かっていうと、ここら辺ですよね、ここら辺に言葉と思考とかいうのが出てきまして、今これは90ページですけれども、どんどんいきますと一番大きなのはこのね、サピア・ウォーフの仮説っていうのがあったんですけど、ちょっと心に残ってますか。どういうことかっていうと、ちょっと黒板の写り方が良くないですけども、その言語の、ね、個別の意味構造が話す人の意識とか考え方がね、思考様式も決定してしまうというようなちょっときつい、まあ、仮説なんだよね。日本語喋ってたら日本語っぽい頭になっちゃうぞとかね、そういう感じ方になっちゃうぞっていう。だから僕らと例えばアメリカ人は言葉が違うから、こんなこと言っちゃうとね、全然考え方違うから分かり合えないみたいな、突き詰めちゃうとそういうことになっちゃうんだけど、それでいいのかっていうことだね。ロシアの人とアメリカ人も違うから絶対ダメなのかっていうことになるのでここはちょっとね、あんまり強すぎるのはどうかなっていう問題がありました。たださっき言ったように文化が違うと単語の数が違うというような、そういうレベルの言葉のね違いと文化の違いっていうのは確かにあるだろうというところで、まあそこら辺の微妙なところがありますね。サピア・ウォーフの仮説、なんかねこの通りすぐ聞いていいのかどうか分かりませんけど、ということでちょっとなんとなく気にしてもらうといいかもしれませんね。それが文化との関係でしたね。雪の名前、それから例えばパスタの呼び名がいっぱいあるとかね、イタリア行くとか、そうですね、そういうのがいっぱいある。確かロシアはお皿がいっぱいあるんだったかな、なんかいろんな呼び方があったような気がします。確かにはね、というのがありました。あと面白いのはね、色彩語、この間もちょっとね、そうだ、名前で呼んじゃってますが、N 君が発表してもらってましたけど、ロシア語のね、色彩語、面白かったね。基本語彙がどこまであるのかっていう話なんですけども、色を区別するというのがあって、基本色彩語というのが考え方があるという話でした。それがまとめることができてこんな表になっててね、民族によって違うんだけど、どこまでの色があるかっていうのも意外と順番になってできてるっていうのがありましたね。バーリンとケイトの人たちの研究があったんだけど、基本色彩語、それにだんだんね物の名前が加わって茶色とか
桃色とかいうのが加わって、ね、多くな数になってくるんだけど、言語によって違うけれども出てくる順番が決まってるっていうのがね、みんな白とか黒はやっぱり大体の言語は持ってて、紫とかピンクとかいうのはそんなに多くの言葉が持ってないっていう、ね、考えてみてれば当たり前かもしれませんけど、そういうことがあるんだということでしたね。まあ、そういうのをやりました。色彩も面白い話だったと思います。これちょっと問題の出し方が難しいかもしれないけど、まあ、そんなこともやりましたね。あとこの後は大したことがないからいいかな。意外とこれでいくとね、問題出す方から考えると何に問題出していいかって意外と難しいですね。皆さんが答えやすくてしかも面白くて、内容をねうまくつかんだものを出したいと思いますけれども、まあ、例えば言葉と文化は今のところこんなことが考えられるかなと思いました。さあどんどんいきましょう。九章のところは言葉の誕生ということで、これはね大きな話でした。人間がどうやって言葉を獲得したかっていう話なので、これを問題作るのも難しいですけども、まあ、あの人類の歴史の話で人類学みたいな話でしたね。どんなのがあったかっていうと、まあキーワードからいくとここら辺ですか。進化していくんだけれども、こんな図があってね、そうですよね、こんなのいろいろ書いてありました。ここのところに、あそうか、今日もあれが一応見えますかね。写りが悪くて申し訳ないんだけれども、でやっぱね、およそ5万年くらい前に、アフリカを出たことが結構きっかけとしては大きいんだということですね。アフリカを出て世界に広まっていったんだけど、そのあたりでやっぱり言語を獲得していた、言葉を持ってそして世界に、広がっていったらしいということがありました。出アフリカというのがですね。そこら辺がこの5万年前、ちょっとずれちゃいました、5万年ぐらい前にあって、まあ、新人とともにいろんなところに世界に広がっていったというのがあるわけですね。でこの時に言葉ができたらしいというふうに今普通は言われているということですね。ということをやりました。それが、まあ、人類の進化との関係なんですけれども、ということでね、まあ、ここでは言葉の誕生の時期はおよそ6万年前って書いてありますが、まあ、5万年くらい前でいいんじゃないですか、こういうのはね、大して大きなことではないと思います。そして言葉がどうやって誕生してきたかっていうのを考えるのはなかなか大変ですけども、まあ、一応これやりましたね。なんか難しい言葉でしたけど、前提起用とかいうのやりましたね。その言葉を獲得しようと思ってね、頑張ってやってきたわけじゃないんだという話だったよね。鳥は何だったっけ、飛ぼうと思って羽を大きくしたわけじゃなくてってやってたよね。なんかあったかい方がいいなと思ってうちに羽毛が溜まってきて、ね、やってるうちになんか飛べるようにあって飛べるようになったっていうんだ。あったかさを求めてたんだけど、それがたまたま飛ぶ方にも使えるようになったという進化だったということでした。で言葉の話にしてみると、人間は喋ろうと思って口を作ったわけでもないし、歯をいっぱい生やしてるわけでもないから、それはたまたま食べたり、ね、息を吸ったりそうするために体は進化してきたんだけど、それはねたまたまこの唇でプップって音が出せたりとかね、歯を使ってフッて音が出せたりするようになった。そして今の言葉につながっている。前の段階で得たものを違う目的、言葉っていう目的に使うようになったっていうのは、まあ、前提起用説ということですね。ということをやりました。ちょっとこれ問題としてうまく出せるのかどうか分かりませんけども、まあ、そういうことをしゃべりましたね。これが言葉の進化です。前提起用説の話でしたね。でここら辺はいいでしょうかね。うん、まあ、ここのところで7番があって、何かを組み合わせていってだんだん大きなものを使う、能力というのが出てきまして、7番ですね。これが後のところにつながっていきます。どこのところかというとここですね。ページが見にくくて申し訳ないですけど、104ページのところに回帰性というのはちょっと理解してもらえたらよかったんですよね。どういうことかっていうと、回帰っていうとなんか面倒くさいですけども、繰り返し起こるということですね。繰り返しがある。単純な
新しいものと新しいものやってたら限界がすぐ来ちゃうんですよ。だけど何かと何かを繰り返してやっていくと、どん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 大きくすることができるということでしたね。繰り返して無限なものを作る。例えばここにあって、太郎の友達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 のいいかなっていうふうに、繰り返していくと大きなものを作れる、ね、というのがありました。こういうふうに何かを繰り返していく、英語の例になってますけれども、ね、メアリーは、大きな犬が好きだと私は思うってのがあって、あなたはそれを知っているっていうふうにやっていくと、どん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 大きなものができるということだったよね。で、まあロシア語のマトリョーシカじゃない、ロシアのマトリョーシカみたいに、どん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 小さな人形、大きな人形を作っていくことができる。で、人形は繰り返しなんだよね。ということで、長いものを作ることができる。これが人間の言葉の大きな特徴なんだということです。それが回帰性と言ってますけど、繰り返しをすることができる。どん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 埋め込んで、マトリョーシカを大きくしていくことができる。これが大きな能力だということですね。これが前回やったさっきのところですけども、単語を組み合わせて大きな要素を作ることができる。さらに繰り返して、もっともっと大きなものを作っていくことができるという利点があるということになりますね。これを人間はできる。これが他の動物とは全然違うんだということを、まあ、チョムスキーは言っているわけですね。まあ、そんなことをここでは喋っていたと思います。はい、まあ図で書くとこんなふうにね、繰り返して、また B くっつけた、また B くっつけたとかっていくと、どんどん大きなものができるというのが繰り返しにあたるわけですね。ここのところですね。それぐらいでここのところはよろしいでしょうかね。まあ、言語進化論のまとめがここにありますけれども、まあ、これは分かりやすくていいんですよね。本当にね。5、6年前にアフリカにいたときに、その繰り返してくっつける作業、ね、まあ、併合ってここで書いてあるんですけど、組み合わせる力ができて、繰り返してアフリカにいたときね。くっつける繰り返しで、この大きなものを作ることができた。そしてこれが、こういうのができる子孫が繁栄した。そしてまあ繁栄したところが残ったわけですから、全人類に広がる。ということで、言葉を人間は持つようになったというまとめが、これは分かりやすいまとめになっているかなと思いますね。で、まあ、なんか問題をうまく考えたらできるんですかね。ちょっと考えていきたいと思いますけど。はい。さあ、いい時間になってきましたが、あと時間的には、5分10分ぐらいでまた終わりたいと思います。10章のところ、言葉の獲得の、これは今度は子供の話でしたよね。で、子供の話、子供はどうやって言葉を獲得するかっていう話だったと思います。で、まあ、ここで大事なのはというか、まあ、キーワードで拾っていきますと、そうですね、音の単純化って書いてありますけど、単語は単語なんですけども、すべて最初から喋れるわけじゃないというのは面白かったんですかね。どうですかね。2歳の時の音はこれぐらいしかなかったんだけど、大人になっていくと、だんだん大きくなっていくと、複雑な音がだんだん増えていくという、音が増えていくというのがありますね。だんだんプラスされていくというのがあります。音のレベルでそうというまとめ方ができる。音はそうだし、音がだんだん増えていく。あとどうですか。語彙、単語もだんだん増えていきますね。これがまあよく喋ってきたことだと思います。そのペースがね、だんだん上がっていくっていうのがありましたね。最初はそんなに多くないんだけれども、だんだんとペースが上がっていく。ちょっと見にくいかもしれませんけども、ペースが上がっていって、まあグラフでいくと、まあ、いい加減なグラフですけど、ヨーンとね、すごいいい加減ですけど、急に単語数が1日20語とか増えていくとかいうのがありました。音もだんだん増えていくけれども、単語もどんどん増えていくという話ですよね。こうやってだんだん我々は喋れるようになったということをやりました。そしてキーワードとしてはね、これですね。やっぱりこれは知ってた方がいいかなと思いますね。
1語文と2語文って覚えてますか？最初子供は単純にねパパとかママとかしか言えなかったんだけど、言えないかもしれないんだけど、それを組さっきと同じだね、組み合わせることができるようになる。あとはねパパ、ね何がいいですかね、ご飯、マンマ、なんかわかんないけどご飯みたいな感じでこれよくわかんないけどね、これ組み合わせることができる、さっきと同じですよね、併合して繰り返すことができるというのをやってました。それが2語文で、というふうに組み合わせてやることができるようになる。そうすると語文となるのがビッグステップなんだよね。いやビッグステップみたいな感じ。1語文から2語文に急にここで増えますよね。単純に1個足してたのがかけるかけるになってきますから、どんどん大きくなる。というペースで句ができたり説ができたりして、どんどんと大きく作っていくことができます。いろんな関係があるってことはここでやりましたね。というわけです。あと語順についてはいろいろ書いてありますけど、そうですね、なかなか聞きにくそうですね、脱落とかもありますけど。そしてまあここでね、普通はそうですね、主語の方がね脱落しちゃうなってこと、主語はあんまり言わないっていうのが書いてありますけど、これも細かい話かな、大したことはないかもしれません。というわけで、あと文がだんだん長くなっていくとかいうのもありました。さっき組み合わせてやっていくので、それがだんだんね文が複雑になって長くなっていくってことは、当然1語文2語文3語文っていうのが長くなっていきますね。当然そういうことがあります。もう問題ないかな。規則性の発見、これはまあいいかな。規則的なものをね、獲得していくというのもありました。こんな形で言葉を獲得していくというのがあったんですけども、これも細かいですからあんまり問題出しにくそうですね。出したことはないと思っていただいていいでしょう。このところだけはちょっと分かってもらいたいかな。パラメーターっていう考え方ね、これは分かってもらいたいかなと思います。ちょっと見てみますと、それも結局、チョムスキーが考えているやつなんですけども、人間はみんな共通な文法を持っていて、日本人もアメリカ人もロシア人もみんな共通な文法を頭の中に持ってきて生まれてくるんだけど、なんかね微妙なスイッチみたいなところが、それぞれね違って設定されるっていうことですね。そういう考え方、同じところなんだけどちょっとつまみが微妙なところが違うと、それが原理に対してのパラメーターって言ってますね。例えば語順の話がありました。どんなパラメーターがあるかっていうと、どんなスイッチがあるかっていうと、11番をやりましたね。これは覚えてますかね。一番簡単な左上行きましょうか。言語を研究するっていう日本語がありますけど、これがまあ普通目的語、ね、動詞があります。で、英語は逆で、動詞が先で目的語が後に来ると。こういう語順になってますよね。これはどっちが先に来ますかっていう語順のパラメータと普通考えられてますね。目的語先ですか動詞が先ですかってパラメータ、スイッチみたいになってるね。どっちこう来るか、まあ、こうかな、こう来るかこう、すごい今アップになってるかなこう来るかこう来るかっていうことね、そのスイッチみたいなところが違う。でもこれは同じなんだね。ペンは同じでこうなるかこうなるかだけが違う、こういう考え方だよね。それが生まれてから決まるんだという考え方です。それが句構造理論ですかね、パラメーターという考え方。ここは共通。ここが違う。ということですね。ここはまあ同じだということですね。そして最後にここに、日本語だったり、英語だったり、ロシア語だったり、ね、いろんなものに変わっていくということになるということなんですね。そういうことをやりました。ということで、ここら辺までがいいですかね。あと、ここら辺は細かいですから、どうでもいいかなというふうに思っています。パラメーターについては聞いてみたいなという気がしますね。そして最後、今、こうやってやったところで、これで終わりでよろしいですかね。言葉との、ここもまたでかい話でね、何とも言えないところが多いんですけども、まあ、基本的なところで知っておいていただきたいのは、左側を、左半球を、
ね、分析的な左側を使って論理的なのを使って、ね、左脳が言語誘引のというようなことを言いましたね。こっち側が、まあ、言葉を司っている。だからここに障害を受けると、右手が交差しているので右手、右足がちょっとね不自由になって、しかも言葉が出てこなくなるということがあるんだということをやってます。そして失語症に関連して、まあ、これは、ね、ちょっと増してていいのかなと思いますけど、ブローカヤとベルニッケヤというのがあって、ね、まあ、名前ぐらいはちょっと子供に言ってもらっていいんですけど、それぞれ違う働きをしている。ブローカヤの方が何でしたっけ、運動的なやつでしたよね。運動的なやつ、でした。こっちが、まあ、神経的なやつなんですけども、だから損傷仕方によって違うタイプになるという話でした。失語症の話、失語症って何かぐらいは答えられた方がいいかな。それはどういう時に起こるかっていうと、ブローカ失語、さっき言ったように、あのこの間花屋さんでしたっけ、花屋って言いたいけどダダ屋って言ってしまうような人が出てきましたね。ブローカ失語っていう運動性、口の方がうまく伝えられない、口がうまく回ってないっていう人たちのブローカ失語と、あとね、まあ、モヤモヤ病とか言われた時代もあったと思うんですけど、ベルニッケっていうね、違うところで感覚的、喋れるけど何か何言ってるかよく分かんないっていうね、いっぱい喋るんだけど、というのをやりました。この辺が脳の部位が違うからだっていうことが研究して分かってきたんだということでしたね。どうして分かってきたかっていうと、簡単に言うと、まあ、MRI ですかね、磁気を測定したり、あとそうですね、マグネティックですね、でやって、まあ、同じことですね、やってきて、それでどこが活動しているかとかいうことをやっているうちに分かってきたんだということをやりました。AFMRI、ERP、まあ、まあ単語を覚えてほしいということではありませんので、大体のところは分かってもらえばいいかなと思います。あとこんなもんでどうですかね。あとはそうですね。あと言語遺伝子の話もちょっとしてましたね。名前をまあ聞いたことがあると言っていただくといいんですけど、言語を司っている遺伝子があるんじゃないかっていう研究が進んでいて、FOXP2 というのがね、今言われているという話をしていました。まあ、これもちょっと大きな話なんで、問題の作り方が難しそうですよね。あ、これはいい最後テーマで、ここで終わりにしましょうか。言葉の臨界期、これは大きな問題ですね。言葉の臨界期って何ですかっていうような質問でも良さそうですけど、どうですかね。臨界期って何かっていうと、この時期を過ぎると、言葉の習得が基本的にね、もうできなくなってしまうような、時期のことですね。ここで書いてあるのは、まあ、12歳ぐらいでしたっけ、にあると、ここに書いてある。思春期の開始期ぐらい。それより前だったら言葉を覚えられるんですけど、その後になっちゃうと、もう覚えられなくなっちゃうっていう、ところがあるということですね。なので、この後出てきました野生児の話もあったんですけど、12歳前にね、発見された野生児の人は勉強して喋れるようになるんだけど、12歳過ぎた後で見つかった野生児の人は、ね、教えたけど喋れるようにならなかったっていう研究があったんですよね。というわけで逆に考えると、そういう臨界期があると。で、我々はですね、まあ、幸いにして臨界期の前に言葉を習得したので、こうやって喋ったり聞いてもらえることができるということになるんだと思いますね。これについてはちょっとまとめといてもらうといいかなというふうに思いました。はい、ということで、今言葉の情報構造になっちゃいましたから、これはまた正月明けの、授業がありますので、その時に喋らせてもらうというふうに思います。ちょっと駆け足だったし、まだ全部ではないんですけど、今のところ考えているのはこのくらいなので、はい、また皆さんの方でまとめていただいて、まあ、試験に臨んでもらえたらいいかなと思います。というわけで、今日はどうもお疲れ様でございました。はい、また、正月にお会いしましょう。さようなら。